大阪医科薬科大学 LD センター主催のウェブ講演会をご視聴いただきありがとうございます。ただいまより学習に導入する ICT について理解しよう、 ICT を活用して読み書きのつまずきに対応するについて竹下隆先生にご講演いただきます。竹下先生は大阪医科薬科大学 LD センターにて言語聴覚士として勤務されています。就学前の子どもの指導、学齢期の読み書きの指導を担当されています。またインリアル研究会のスタッフとして言語コミュニケーションに関わる研究指導に携わっておられます。読み書きに関わる研究も精力的に進められています。それでは竹下先生、本日の講義のポイントを教えてください。はい、ギガスクール構想が進み、学校で1人1台の端末が配られ、だいたい昨年度を通して1人1台ずつ配られるということが整備が進んだかと思います。ただし、タブレットを持つことが日常的になってきたにもかかわらず、まだそのタブレットの活用方法に関しては、先生方からもどのように使っていいかはよくわかりませんというご意見を、よくいただきます。そこで今日は私が LD センターで学習指導のクラスの中で、その指導の中でどのようにタブレットを使っているか、またそのタブレットを使うことで家庭や通常学級などの支援でどのように使えるかについて、いくつかの活用例をお話しさせていただきまして、少しでも皆様の日常の使い方での参考になればいいかと思います。はい、竹下先生、それでは本日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。大阪医科薬科大学 LD センターの竹下です。では話を始めていきたいと思います。本日の流れですが、この5点について話を進めていきます。まず1点目ですが、社会的背景ということで、ICT を教育の中で使っていくための背景、社会的な背景について話をしていきたいと思います。まず ICT 教育とは、インフォメーション&コミュニケーションテクノロジーの略です。情報通信技術の意味を持ちます。 ICT 教育とは、教育現場で活用される情報通信技術そのものや取り組みの総称を言います。ですので、教室の授業でプロジェクターに図表を拡大して見やすくしたりだとか、パソコン教室などで、インターネットを使って調べ学習をしたりとか、電子黒板やタブレットなど、ICT 機器を利用した学習などを意味しています。で、ICT を活用した授業というものが、児童生徒の意欲を高め、理解を高め、思考を深めたり広げたりすること、そういったことに効果的だと約8割以上の教員が評価しているというデータがあります。また、教育の中で、ICT というキーワードがよく出るようになってきましたのは、学習指導要領が、改定されたことが一番大きいかと思います。小学校は、昨年度、中学校は今年度、高等学校では来年度から新学習指導要領が全面実施となりまして、その新学習指導要領の中に、情報活用能力の育成や ICT を活用した学習活動の充実が明記されている、されています。で、その、新指導要領の、ICT の活用を進めるにあたり、ギガスクール法的義務になります。ですので、希望、申し出があった場合には、その合理的配慮を、負担のない範囲でという条件はありますが、合理的配慮を行わなければならないという法的義務が課せられています。で、現在では民間事業者ですね。例えば、私立の学校などですが、そちらは努力義務となっていまして、法的な義務必ずしなければならないというわけではないんですね。できるだけ頑張ってくださいよということで、この道具、今回道具としてますが、支援の選択肢が増える。子ども自身が選択することができる支援の選択肢が広くなっていくというところが、タブレットの使うことの強みかと思います。ではですね、タブレットを用いた支援のイメージということを、私自身が勝手に考えた図ではありますが、参考にしていただきたいと思います。大きく2つに分けてタブレットを使い方があるかと思います。ね、また、検索ってありまして、検索をしますと、今度 Google 検索になります。
例えば今の文章で言ったら水族館ってなんだろう、まあ、水族館わからないってなったら水族館を選択して検索ってかけると水族館の検索結果が出てきます。いうふうに言葉の意味とか画像とかを検索することもできるんですね。あとですね、ここにね、翻訳っていうのがついてるんですが、この翻訳を押すと Google 翻訳につながりまして、日本語を英訳することもできますし、逆に英文をまでに消化した読み上げ機能を使って聞いて確認するという方法ができます。また、原稿用紙の形式がですね、多数ありますので、それの、規定のその形式を選択してプリントアウトをするということで、こういった作文の状態で出すことができます。じゃあちょっとどんなものかちょっと見ていただきますね。これの入力画面で音声で入力していきます。今日は友達と公園に医学的な検査っていうのは何もしないっていう状態なんですね。で、学習の場合はその医学的な検査、必要な場合もあるんですが、まあ、一番大事なのはここです。アセスメント。評価をすることなんですね。その子供の行動特性などの評価や、あと標準化された基準値のある検査で、実際に同学年の子供と比べ、その力は強いのか弱いのか、などの評価していきます。で、その検査結果、一つだけじゃなくて、できるだけ複数やりまして、包括的に分析をした結果、支援指導の計画を立てていくってここが重要になります。なぜそんなことをするのかと言いますと、まあ、その説明は、不要かと望ましいですね。ただし、書く方に関しては、カタカナが漢字が浮かばない、そして、綺麗に書けないっていうところで、主訴の中でも書くことを嫌がるってありましたが、結構きつい要素があったんですね。じゃあ、こういった結果に対してどうアプローチしていこうかというときに、まずはトップダウン。こちらは、家庭や学校でのトップダウン、合理的配慮によってサポートしてもらおうと考えました。読み書きの困難さに対して支援機器などの活用や合理的配慮。読み方を調べるときは、普通のキーボードじゃ入力できないんですよね。ですので、手書きでこう書き込ませて調べていきます。で、分かったら、ここに答えを調べて書いていくんですね。で、そういうのをしていくと、こう、どんどん、休根とか休業とかもね、自分で調べて読み方書けるんですね。じゃあ、全部読み方書けたから、よし、これでいいでしょうっていうわけではなくてですね、例えば、この。竹下先生、ありがとうございました。本日はウェブ講演会ということで、私の方から質問をさせていただきます。で、講義の中で、まあ、具体的な事例を挙げていただいて分かりやすく説明していただきましたが、今回の事例は高学年でした。で、低学年では、まあ、タブレット、パソコンなど使用が難しい場合もあるかもしれないなと思うんですけども、低学年の子どもにもタブレットを使うことは有効なのでしょうか。はい、ご質問ありがとうございます。低学年の子どもたちにもタブレットを使って学習を進めるってことは有効かと思います。言葉の意味がわからないときや知らないものがあったときにタブレットを使って、はい、ありがとうございます。いろいろ課題はあると思いますけど、スムーズな移行ができるようになっていくといいなと思います。ありがとうございました。で、本日の講義では特別な場で行う学習指導や家庭、通常学級での支援の中でのタブレットの活用例であるとか、活用のためのポイントなどについて具体的に学ぶことができました。今後の子どもたちの関わりにしっかりと生かしていければと思います。竹下先生、本日は有意義な講義、どうもありがとうございました。ありがとうございました。